今日はですね、トッシーさんにお誘いいただいて笹山市に来ています。笹山市の本田町やったかな、はい、来ています。こちらお店の名前なんて言うんですか。店の名前はわからない、はい、ちょっと待ってくださいね。手を消毒します。トッシーさん、はい、今日初めてここ来たんですけど、ここは何屋さんなんですか。もともとね、木材を切ってる会社さんが隣にあって、はい、でその切った木材を加工して、はい、販売する。でこういう商品販売してて、はい、これ年賀状、そうです、あのここにこのままハガキ送れるやつです。あの墨で字書いてね。それはあれですか、郵便局。あ、行けます。行けるの、はい、送れます。これ1枚で2枚入って100円ってことですよね、はいはい、でこれを無人販売してるってこと。そうです、はい、こういうのも売ってるんですか。売ってるです。あの素材として売ってます。だからこういう板を買って自分で加工して。へえ、初めて来ました。はい、こんなんなんかね、よくおもちゃってありそうですけど、はい、なんか正直こんなんよりもこっちの方がなんか素材がね、楽しいでしょうね。え、手作り木のカトラリーやって、へー、いろんなものがある。これも端材ですか。要はそうですね、あの木の種類が書いてますわ。これ非売品って書いてるのは見本だね。木の種類、栗とか。あ、これは見本の説明のみってこと、はいはい、だからこれは買えないってことなんですか。こっちが販売してますけど。なるほどね。200円とかですね。安いですね、これ。それが安いのか高いのかがまずわかんないですよ。多分安いですよ。杉の香りをお楽しみください。あ、杉の香りする。シダーブロックやね。トシさんめちゃくちゃ詳しいですね。結構好きですね。学ありますね。いやいやいや、これ僕が今日切ったのは、はい、まな板が欲しくてですね。あ、そうや、おっしゃってた、はい、そうそう。で、これですわ。こんな松の木なんですけど。え、これまな板を売ってるんですか、ここで、はい、おいくら。1500円。めっちゃ安いですよ。それがちょっとすいません、よくわかんないです、はい、めっちゃ安いです。安いもんですか、はい、1500円って、はいはい、そのまな板って普通どんなとこ、こういうのはホームセンターとかで普通売ってるんですか。ですね、はい。いくらぐらいで売ってるんですか。3000円とか。その半額ぐらいで買えるんですか、はい。まあ、これはまな板ではないんですね、この辺の。これはまな板です。あの奥さんがこう手ぶれちょっとリンゴ切るとか。なるほどね、はい、ちっちゃめの、はい、800円ですよ、ヒノキで。めちゃめちゃ安いですよ。マジか、はい、これはくるんでないです。日本かな。日本、はいはい。あ、でもヒノキで1200円、これ。安いです。安いですね。大体その物の価値が私分かってないんだから。いや、ちょっと今、またごめんなさい。この間の西川パンと一緒で、はい、あの、テンション上がってますけど。すいません。毎回すいません。いや、トッシーさんおもろいわ。トッシーさん面白い。皆さんね、トッシーさんよろしくお願いします。お願いします。あ、トッシーさん今独身。はい、独身ですので、良い方がもしおられればなんですね。じゃあ顔出ししてもらっていいですか。あの、これは別にあれですね、オブジェですね、こういうのはね。はい、はい、はい。だから小さなお子さんおられて、うんうん、あの、今だったらお父さんあんまりプラスチックのもんで遊ばすのとか、そういう方おられたらここへ来てね。なるほど。見られたら。トシさん、これかわいいね。なんかあの、木の上に、こちょんと。こね、なんかない。ランプですね。これランプつくんかな。どうつくんかな。これでつくんかな。あれ、つかへんの。刺してないんかな。ついてほしかった、ね。ついてほしかったけどね。はい。はい、で、まあ、買われたらここにお金を入れると。あ、なるほど、はい。そういうシステムなんですね。はい、あの野菜とかよく売ってるような、あんな感じちゃんと防犯カメラ、あの作動中、はい、ここに防犯カメラあります、はい、悪いことしない、悪いこと絶対したらダメですよ、皆さん。でちゃんと自分で計算する方はこういうの計算します。こんなも売れるの、こんな端材、あの、うん、お店、喫茶店とか建てて、オブジェ的な、オブジェでね、ちっちゃいのもありますね、いろんなのが。これ詰め放題、あ、なるほど ね、 子供にね、詰め放題みたいなのもあるんだ、はい、端材を。こういうお店があるのも存じ上げなかったんで、これ連れてきてくださって本当面白いですね、うん、はい、で今日は本当にまな板じゃあ買う、あ、買います、これお買い上げで、はい、お買い上げ1500円、はい、ここへ投入してください、はい、ちょっと細かいですけどね、細かいですけど、
これお金入れた後どうやって回収してんのやろ。ね、壁にぴったりですよね。そうなんです、はい、あとどうやろうなと思って。はい、はい、じゃあちょうど入れましたので、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。お店の名前はなんせないんですよね。これないですね。店の佇まいが綺麗な。これでもどうやって紹介すればいいんですか。お店の名前ないのに。これぶつかる人おるやろ。めちゃくちゃ綺麗すぎて、はい、え、これ卵かけご飯のお店の横って表現ですね。ねえ、お店の名前本当にないですよね。キノクラっていうんや、これお店の名前。キノクラ、なるほどね。はいはい、巻き一箱800円で販売されてます。まあ、こういうお店ですんで、ぜひですね、視聴者の皆さんで木でね、何かを作りたい方とかね、いらっしゃったら結構かと思います。あそこにもキノクラの看板ありますね。出てますね。ですね、はい、はい、ということでキノクラさんかと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。